何どうしたどうしたどうした真面目だった。 IKG もうまさかの IKG アルファベット。え何 IKG って。いい感じ。おわー別だ別だ感じ。なんか筋肉って感じしますね。筋肉筋肉筋肉なんかこっち詰まってる、うん、そう詰まってなんかこうなんて言うんですか。こっちは身でなんかこう、うん、あのこう柔らかい感じで、うん、こっちは足でこうこういう感じで。すごい3です。3いただきます。筋肉つながれたからね。目から入った情報をすぐ出すっていう出してくる瞬発的なやっぱ出る圧力が秘密というか、それこそ本当中丸さんのにちょっと助けていただいたことがあって、その拝見していただいてて、あの拝見させていただいて助けてもらったの。テレビを通して助けてもらったの。はい、すげえなあいつ。果たして土屋さんが中丸くんに助けてもらったこととは。中丸さんってカメラを見れないっていう、ね、カメラをこうじっとシャイなんですかね。シャイなのかな、はい、でそれで収録で見れなかったんですよねカメラ、うん、そしたら結構亀梨さんが本気で何やってんのって切れてて、うん、それでそれを見て中丸さんもカメラが見れないんだ、あでもカメラを見ることは大事なんだって思ってちょうどその時にちょっと通訳するんですか。ちょっと僕ではダメです。ちょっとタオちゃんもじゃカメラ見るのが苦手ってこと。そうなん、ちょうどある撮影の時にカメラ目線をしなきゃいけないのがあったんだけど、でちょっとスランプみたいなのがあってでもコウタくん、あの亀梨さんはすごく怒っていたし、カメラを見ることは大事なんだと思って勇気をいただいたっていう。亀梨さんしか頑張るって僕だよ。僕悲しい。分かんないから。すごく好きなんでしょ。なんかこう函館の空気と、うん、その温かさとこの友坂さんとか純さんの、うん、なんか温かさがすごいマッチしててすごい。相性がなんで函館のあた気温函館人柄ってこと。函館の方たちの温かさ、方たちの温かさ、函館の気温とね。そうなんかあこういう街を見て、うん、そう函館で撮影できてよかったなっていうお話ですねどうやって伝わったよ。伝わりました。伝わった伝わった。あ、コウタ君のこの深い深くと思って。それと柔軟性がありますね。分かってると思う。体の話ですか。体の話ですか。柔軟性がすごい。大吾くんの演じたジロちゃんって、うん、こう男の子の友情のこう象徴みたいな、うん、なんて言うんだろう。伝わるかな。男の子の。なんか男の人たちのそのこう友情のなんかこう。うん、象徴的なものすごく、うん、ジロちゃんはまたなんか世代もなんかすごくね生っぽいんだろうね、うん、すごく深い夏でした。深いあのすごく深くてあの、まあ、ここにあのいらっしゃるその花房監督そしてこ の, あの役者さん方はもちろんあの花房組が本当にこう最高なんです。すごくかっこよくて面白くてであのなんかこうプロとしての毒みたいなものもあってなんかその毒がすごくあの魅力的な毒でこういい緊張感もあり誠実な緊張感もありこういろいろなことを試せる試行錯誤できて、うん、土屋太鳳自体も解き放たれました。ありがとうございます。大丈夫深い夏とか、ね、プロとしての毒がありましたけど、うん、間宮さんちょっと分かりやすく教えてもらってもいいですか今、どういう、はい、深い夏というのは多分その、はい、夏っていうことを深いって表現なかなかしないじゃないですか、はい、まあ、そこが新しいね、あの表現のね夏に対して深さで表現する、はい、なるほど。こうまずここが新しい斬新な視点、うん、はい、うん、あのですね深い夏というのはこうどっぷりとその夏に使ったということでございまして、うん、あのそれを伝えたかったんですけ ど, どそれをこう深い夏という、ことでお届けしております。はい、はい、お届けしております。ありがとうございます解説の方ありがとうございます
はい、はい、ザ、そしてです私キモ今好きと混ぜて私キモ最もリポーターをやらせてはいけない人物